<laughs> よくおじいちゃん言ってたテレビ見てるとバカになるぞ本当だったら昔よく言いましたねテレビ見てるとバカになる今でいうスマホみたいな感じだったかもしれないですよねテレビっていうのがやっぱ出始めてまあ一般の家庭に普及してでお笑いとかやるようになって昔の人はあんまりそういうのがなかった人からするとあんな、うん、8時台を全員集合とかで、ね、めちゃくちゃ面白僕らあの僕大好きで面白かったんですけども こんなん何が面白いんだこんなもん見とったらバカになるぞみたいなね。えー、そういう心配をしてただろうなというふうに思いますよね。でもそれは僕らからすると子供たちがスマホでいつも面白系の YouTuber のやつをばっかり見てたりとか TikTok ばっかり見てると、大丈夫かお前そんなのばっかり見てるとバカになるぞっていう感覚とひょっとしたら似てるかもしれないんですよね。ただまあその情報のコントロールっていうことで言うとテレビですよね。うん。まあ本当にテレビは洗脳装置っていう言葉を 使ったりする人もいますけれども、まさに残念ながら今、洗脳装置になってしまってるなというふうに思いますね。都合のいいコントロールしたい側がの人たちが流したい情報だけを意図的に流されているので、そちら側の意見、片方側の意見とか、そちら側の考え方しかもう分からなくなってくるように作られているんですよね。自然とそそれがうういうふうに なってしまうもうこれはよっぽどじゃないと普通の人特にご年配の方とかは、えーまあ、簡単に洗脳されちゃうと思いますよねテレビの力って本当に強いのでねだから分かりやすいのがロシアとウクライナの戦争ですよねあれも、えー、ウクライナ側の、まあ、西側諸国にとって都合のいいウクライナはかわいそうロシアが一方的に侵略をしている侵略戦争だみたいなねプロパガンダを流して、えー、その情報しか日本に入ってこない。 ね、でも、国によってはですねちゃんとウクライナの、えー、ゼレンスキーの話していること、えー、プーチン大統領の話していること両方を流している国もあるわけですで。そうすると全く見え方が違うわけですね、うん。どちらがいいか悪いかの判断は置いといたとしてもその両方を客観的に流すのか片方だけの意見を流し続けるのかで受け取り方っていうのは当たり前だけどすごく変わってくる。 今回のコロナでもそうですよね。〇〇〇〇一つとってもそうですよね。それが素晴らしいんだ。安全なんだ。効果があるんだっていう人たちの情報ばっかりを流し続けた。逆に反対側の人たち警鐘を鳴らすような先生方の話というのは一切表に出ないようにしてきた。だから当たり前だけどそちら側の意見だけが正しいと思って思い込んでしまうんです。それが正しいかどうかは別で。 思思いいい込込んでででしまうということとこすすね思い込みですねみだからそれが怖いですね。それで洗脳のテクニックが今回すごく使われているっていうのは本当に僕すごく思っていて、えー、基本的にまず人に会わないようにしましょうね人に会うと感染が広がるのでなるべく家にいてくださいね自粛しましょうねっていうふうにしました。 1>, 1回目の緊急事態宣言の時のことを思い出してほしいんですが、1回目の緊急事態宣言、一番みんなが守ったと思うんですよ。あの時僕はですね、事務所まで行き来するのに、車を走らせたりしました。それすらもしなかった人も多いかもしれないんですが、僕は意外ともうあの当時から、なんかおかしいぞとちょっと思っていたので、普通に車で外出たりとかしてたんですけど、えー、本当に車が走ってないんですよね。 もうゴーストタウンみたいな感じで映画の世界のような感じでした。異常な光景です。こんな車が真っ昼間に、えー、車が走ってない。異常な光景でしたね。異様な光景でしたそ。そのぐらいみんな家に閉じこもってたんですよね。あの第1回目の緊急事態宣言の時はまだ感染者数も重症化してる人の数も死亡してる人の数も日本はめちゃくちゃ少なかったんです。 感染者数の過去の、ね、グラフを見てみると分かるんですけども、もう見えないですよ、山になっているのが、第1波、第2波、第3波ぐらいまで、ほとんど山がないんですよ、そのぐらい少なかった、うん、それなのに、えー、テレビで散々報道して、こんなに感染者が出た、えー、死,んじゃ死んだ人がいる、えー、だからもうとにかく外に出ないでください、家にいてください、緊急事態宣言だ、えー、みんな、皆さん協力してね、みんなが自粛して守れば、これ、感染が抑えられると。 えー、そういうふうに最初は言っていたわけです。それでみんなも、よしじゃあ、えー、自粛すれば、これが収まるんであれば自粛しようとか、あとはやっぱり恐怖もありましたよね。恐怖不安から家にいるっていう。で、家にいると何するかっていうと、ま,あ、まず家にいると人と会わなくなりますよね。まあ、家族がいる人は家族とは交流があるかもしれないけど、外の外界の外の人たちとの交流が直接会って交流するということが遮断されていきます。 そして家にいるとえテレビをつけます。今だったらもうテレビ見ないわっていう人多いかもしれないけど、やっぱりあれだけ初めてのことでパンデミックが起きて、すごくセンセーショナルにダイヤモンド・プリンセス王のことをやったりとかして、やっぱテレビで常に情報を取りに行くっていうことを無意識のうちにやっちゃってたと思うんですよ。これがね、洗脳大作戦で、まず人と会わないようにするんですね。 人と会わないような状態を作るそして一人の状態で繰り返し不安を煽るようなものを映像を見せ続けるっていうでこれが簡単に僕たちが洗脳されてしまうテクニックの一つなんですね、うん、まあ洗脳のテクニックをもうちょっとあのー、分かりやすく使ってるのが通販番組ですよねあれも非常に脳の仕組みを考えられて、えー、作られています 深夜にやってね、深夜、あんまり一人で見てることが多い時間帯に、繰り返す同じことをやる。太ってる人が、なんとかマシンを買ったらですね、ムキムキになると。えー、そんなことね、なるわけないのに、冷静に考えればなるわけないのに、さもこれを買ったら僕もあんなにムキムキになってモテモテになれるかもしれないっていうふうに錯覚をさせられるんですよね。あれ何回も何回も、ビフォーアフター、ビフォーアフター、ビフォーアフターを繰り返すんですね。 そうすると脳がだんだん勘違いしてきちゃうんです。あんな短時間でも、えー、そういうふうに自分たちの脳をね、えーまあ、コントロールするテクニックが含まれているんです。であれを毎日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 やられたら、えー、当然ですね洗脳される方がまあ普通だと思いますよ。だから、えー、気づかない人とかやっぱおかしいなって思わない人たちをやっぱりバカにはできないところもやっぱりあると思うんですよね。 特に最初の頃はね仕方なかったかもしれないけれども、だからもう、核心犯だと思いますね、振り返っていろんなことを考えていくと、それでふもう、日本中を不安と恐怖に陥れて、そしてその不安を利用してですね、えー、いろんなことを決めていく、いろんな対策を決めていって、そして最後、えー、みんなが解決策が用意されるわけですね、るまるという。 みんな喉から手が欲し,欲しがる欲しくなるぐらいえありがたがってえみんなすると最初はもう供給が足りないようなねえ言葉で言われてましたもうみんな早くしてくれ早くしてくれ早くしてくれってことでねしかしこれ振り返って検証してみるとこれ一つ一つどうだったのかってことですよねだからね振り返りと検証っていうのをやらないっていうのはめちゃくちゃ卑怯だと思いますよ パンデミックになる数年前から周りの知り合いにいろいろ教えてたんですが結局あれをあれしてしまっているんです相当自分でいろいろ調べたり普段から勉強していないと回避は難しいのかもしれませんまあでも本当そうですよね僕もこれだけ声上げても例えば僕がこんな件情報発信したりいろんなこと分かってるから僕の周りの人たちはみんな僕の意見分かってくれてるだろうって思うって思う人もいるみたいなんですけど意外とそうじゃないんですよ 僕の周りで近くにいるような人とかでも、こういう話はもう全然シャットアウトしちゃう人っていうのもいっぱいいるんですね。だから、同じ声を出してても、聞こえる人と聞こえない人と、ここになんか自動耳栓みたいなのがあるような感じですよね。シャッターがシュッて掘れちゃって、声が届かないような。えー、だから距離関係ないですね。本当に今回思いました。よく会ってる人でも、シャッてこの、こういう話になると。 全く届かないいいっていう人は、えー、結構いましたねだから普段から勉強するっていうのもそうかもしれないしあともう一つ僕がすごく今回思ったのはやっぱり客観的に見るっていう技術というかスキルっていうのがやっぱりね僕らは持ってない人が多いですね。で幸いにも僕はなんで今回早い段階からおかしいなって気づけたかなって振り返ってみると。 まあ一つ理由は一つじゃないかもしれないんだけどやっぱりカウンセリングカウンセラーとしてやってたっていうのはすごく大きいなと思っていて結局カウンセラーって客観的に物事を見れないと巻き込まれちゃうんですよね相手の言ってることとか相手の感情にですね一緒に感情移入しちゃったりとか一緒に悲しんだりとか一緒に感情に振り回されてしまったら実は カウンセラーとしての役割は果たせないわけですね。え客観的に見てその人がこうなんだろう悩んでることとか悲しんでることとかその元になっているこんがらがっている部分はどこなのかなとか、えー、そしてこの人が良くなるためにはどこをどうやって紐解いていけば良くなるのかなっていうふうに客観的に物事を見て、えー、いかないと感情がそこに引っ張られちゃったら大体、えー、いいうまくいかないんですよ。 まあその場は、例えばクライアントさんは一緒に泣いてくれてよかったとかって思うかもしれないんだけども、問題解決にはなっていかないんですよね。そういう意味で言うと、すごく俯瞰して物事を見るっていう訓練をすごくしていたっていうのは思いますよね。だから、客観的に物事を見るにはどうすればいいかとか、そういう練習っていうのは、普通の方はあんまり普段する機会がなくえー来てしまってると思うので、今回の物事って を見るっていうのもやっぱり客観的に見る練習にすごくなると思いますね実地練習ですよね